ソロプレイだ何とかして、ちょっとずつポイント重ねていって、時間かかっても強くできますはあってもいいかなと思って。毎月調整が入りますっていう。お前ら2人の首が絞まったぞ、今。できるだけ0円で、できるだけ多くの人に1回手にしてもらって、それをどうお金に変えるかって、まあ、新しいものを今から作るってね、めちゃ難しい。せーの、波動拳。今日はですね、風間君がですね、都合がつかず不参加、下村陽子さんも連絡がつかず不参加ということで、今日はいつもの3人でやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、西谷君が言ってた、しゃがみないのいいかもしれないと思って、あれからずっとね、しゃがみなしで考えてるのよ。あ、しゃがみなし面白いと思って。私もなんかいい気がしますよ。ねえ、しゃがみないは結構ゲームが作りやすくて、しゃがみ技自体がないっていうわけではないないわでけじゃす。ないからね。レバーを下にしてしゃがむがなくなっただけの話で、そうです技ね。としてはしゃがんでもいいわけだからね。いや、技を考えるときに、しゃがみ攻撃って異常に考えづらいんですよね。確かに。そうなんです不よ。自然だよね。そうなんですよ。人間の体制としてすごい不自然なんですよ。そう考えると、ないのがいいなと僕もすげえ今思ってて。じゃあ、それはじゃあ、皆さんの中で共通認識として、今回はしゃがみなしでいく方向で一旦舵を切りましょとりあえずじゃあそれで、う。それで進めましょう。もう一個が、ストリートファイター2のパロディでってことで始めたんだけど、もうはだいぶ離れようぜっていう。私もそういう気になってますね。ね、一つのパロディってつもりはないよって。まあ、なんか面白おかしくやりたいので、波動拳みたいなの打ったりとか、コマンドが似てますねとか、それはもう全然、もう当然そうでしょと思ってたりとか、ロックボタンだったりとか、後ろでガードとかみたいな、まあ、僕らの体に染みついてるやつみたいなのは、そのまま行こうかなと思ってるけど、パロ2って言って呼んでたけど、僕は。まあ、言うほどパロディでもなくなって、結構オリジナルの今風の面白いのいきたいなっていうのが一つ。これもこれでいいですか。ちょっと離れてきてるもんね、自分の中で気持ちが。あとはもうシンプルなのって言ったけど、ここはシンプルなのの意味を、もうちょっとすり合わせをしたいな。まあ、みんなが思ってるシンプルと相手が思ってるシンプルが違う可能性があるんで、そこのすり合わせを今日はちょっとやれたらなと思ってます。でもですね、そのシンプルっていうのも僕もいろいろ考えるんですけど、年取っていったっていうのもあるんですけど、やっぱ面倒くさいことは、まあ、極力避けたいかなっていうのはあるんですよね。分かりやすくしてほしいっていうんですかね。例えばですけど、私やっぱりまあ、一つのゲーム性でめくりってあったじゃないですか。前ガードか後ろガードかよくわからない。わかんない。曖昧なところね。そうですよ。あれ自体は、まあ、あってもいいかなと思うんですけど、ただやっぱり分かりにくすぎんだろうっていう気がするんですよね。ないんですよ。あれ、わかりやすくてどうやったらなるの？例えば。めくりの反対ガードって、定石ってお尻の部分でこう、ギリギリかするように蹴るとかが定石じゃないですか。っていうのを仮にですよ、廃止して、もう後ろに飛び蹴りみたいなのを出すとか、逆方向に。空中で、進行、飛んでる方ああ、向、そういうことだ、そういうことだ。なるほど。逆方向に、こう、ありゃーってこう蹴り出すみたいな。こう行くんじゃなくて、こうやってキャッと後ろ向きにパッと足で出すみたいな。絵としては。そうすると、まあ、一応やった方も意思表示が見て取れるし、やられた方も、あ、なるほど、だからダメだったんだっていうのは、まあ、わかりますよね。なるほど。なくすのはどうやったらなくせれるの？ただ、なくすとやっぱり問題なので、なかなかどうでしょう。角で、なんていうんですか、その防御を崩しにくいじゃないですか。で、やっぱり、めくりって、その崩すための、結構一つの大きなことだと思うんですよね。なんどっで、ちかまあ、分からへんさせるところね。そうです。まあ、ある意味、初心者がやっても、上級者がやっても、まあ、2分の1といえば2分の1なので、まあ、いい面もあるし、やっぱ分かりにくい面もあるんで、例えば、さっき言ったような解決方法もあると思いますし、まあ、仮になくして別の方法で崩す方法があれば、それもありかなとは思いますね。あんまり、その紛らわしいとか面倒くさいっていうのを、できる限り排除していった方がいいかなっていう感覚はありますね。フェイント僕入れたいって言ったやんか。フェイント入ったらやりたくなるよね、僕。フェイントがないとやりたくないっていうのはあるんやけど、なんか格闘技やってるもんからすると、打ってきそうなところが嬉しいのよ。
それは 何を言ってるかって言ったら、まあ、実際に書くときはそうだからですよと、最初から振りかぶって打たれたら誰だって受けるんですよっていうのももちろんあるんやけど、そうじゃなくて間違いになるやんか。そうですね、なりますね。どうしてもコンピューターとやったって言うと、コンピューターがたくさんやるんですよって言った時のコンピューターとやったらコンピューターの技は待つやんか。誰でもそれを回避できるのもあって、この出しそうで出さない、コンピューター側も出しそうで出さないみたいな、はい、打ってくるのかと思ったら打ってこないみたいな、はいはいはい、のは、まあ、僕的にはちょっと欲しいなと思ってて、操作方法どうするよと思って、まあ、それは考えなきゃいけないですけど、でもいいと思います。でしかもフェイントかけた方に得があった方がいいと思うんですよね、うんうんうん、何らかの。そうじゃないと結局お互いにフェイントかけて終わりになると思うんで、うん、なんか例えばですけどフェイントから入った攻撃はなんか分かりませんよ、出足がちょっと1周より速くなるとか、攻撃力が 5% 上がるとかなんか分かりませんけど、うん、なんかそういう得がないと結局お互いにフェイントしてなんか終わってしまうと思うので、フェイントをしたことによって相手がそれをガードしようと して投げに入るとか、選択肢を絞るみたいな効果があるとか、うんうんうん、はい、でフェイントでやめたらガードは入ってないんで相手と合わされるとパチンって食らってまうと、多分痛いことになるんでしょうね。そうというのがまあイメージだよね。あとは投げが全体に強すぎるイメージがちょっと一つにはあったので、そこの調整をしたいのと、そこは最近のゲーム、卒の頃っていわゆる瞬間投げだったじゃないですか、うん、今日におけるカットゲームはもう瞬間投げ持ってるゲームほとんどないんですよ。あ、そうなんや。まあ、発生が例えば6とか、まあ、10とかそのぐらいのものなの でちなみにですけどソファイブにおいては起き上がりの投げ無敵もないんですよね。卒だと起き上がりに投げ重ねても投げれなかったんですけど、うん、投げに対して無敵なんで、うん、まあ、ソファイブはあります。ほう。なんで、結構投げ、起き上がりで投げ、投げ、投げ、3発、4発とかも普通にあります。うん。格闘ゲームの2択はあれなんですけど、投げ、投げ、投げってきたら次投げないだろうじゃなくて、次も大体投げなんで。絶対2分の1じゃないんですよ。ハード、どのハードにしますかっていうので、前、PC は外せないって話になって。本当はそうですね、やっぱりガチ格闘の人は PC 多いんで。ガチ格闘するのにスイッチだけってダメなんですかね。ただまあ当たり前ですけど、やっぱりみんなあれですね、 PS4 とかSteam とかで出してくれ出してくれって言ってます。それはそうですよ。結局何で出してもそれは言われると、絶対そうなる。でその次に来るのはクロスプレイさせてくれって絶対なる。まあそういうことだね。それは絶対言われるよね。出したら言われる。ただ同然で出しましたって言ったじゃないか。その後どうやって課金してるかは別の話として、はい、できるならそれがいいよね。そうですね。スキンで売るってことでしょ。まあ、それも全然ありだと思います。だって強さが違ったら嫌やろ。まあそうですね、はい、俺は嫌なんよ。対戦するゲームで誰々さん課金してるからそっちのキャラで俺のは弱いからねは嫌や。それは正直絶対やめた方がいいですね、まあ、いわゆるペイトゥー、ね、俺はやめたいよね、はい、やめた方がいいです、はい、あとは鍛えれば強くなるはあってもいいかなと僕は逆に思ってました。課金じゃなくてソロプレイなり何とかしてちょっとずつポイント重ねていって時間かかってるの強くできますはあってもいいかなと思って別モードにするっていうのもあるんですね。別モード、はい、入り口を開けるみたいな。なるほど。まあ、前とナミさんとかともちょっと話出ましたけども、まあ、例えばそういうのをやるのもそうですし、例えばそれを CPU みたいな育成にして CPU 同士戦わせるとかそういうのもありだと思うんですよね。ああなるほど。育成して CPU で戦わせる、はい、ウォッチモードみたいな、はいはい。まあ、できるだけモードはたくさん持った方がいいとは思ってます。僕は基本的にその運営方式でやった方がいいと思ってるんですよ、うんうん。最初に0円でスタートするかどうかは置いといて、うん、どういうふうにユーザーをこう遊ばせていくかっていうのをこの運営側がこうプランを持ってちゃんとやっていくっていうことですかね。毎月調整が入ります。 全体にとか。あ、それを大前提にするってこと。そうです。で今月の調整はいいなっていうのをみんなが言えるんですよ。だからいいねいいねって。で例えば1年間経った時に何月何日バージョンって一番良かったよねっていうような、例えばそれでじゃあ世界大会しましょう、例えばですよ。バージョンを7月1日モードに変えて、はい、ユーザーがみんなそれを投票できるっていうか、この YouTube もうまく使った方がいいと思ってて、だからユーザーさんがこういろいろ岡本さんこういう技をもっとこいつに入れてくれとか
いうのがあって、まあ、僕らとしてはうーんって思ってても、まあ、例えばそれが採用されたら入れるみたいな、うん、試しに入れてみようかってこと、試しができるってことだな。そうです。で仮にそれが本当にバランスを崩してしまったとするじゃないですか、うん、でも一回出す、これでも対戦するときにはモードを合わされるってことやな。そうですかね。やっぱさすがやりすぎたらやりすぎじゃんと岡本さんが言って また次のちゃんとポンちゃんがバランス取ったやつを出すいいと思います、うん、っていうふうにこう運営タイプです。運営というか、うんうんうん、あの携帯アプリタイプってことでしょ。あ、そうです、そうです、うん、いや すごいいいと思う。すごいええけど首締まったぞお前のちなみに私もお前ら二人の首が締まったぞ今言ったのはいいけど、うちの人間はみんなそっちがやりたくてしょうがないっていう。そうだよ、なるほどなるほど。カードゲームとかでもよくあるんですよね、そういうの。あ、そう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 。運営からすまん、これほんとすまん、禁止カードこれねとか、もうユーザーはやっちまったやっちまったっつってね。そうですそうです。ユーザーもそうなるっていうの分かりながらやってるんで、もうそういうもんだと思ってやってるんで。そうそうです、はい、そういうのを最初から織り込み済みでユーザーさんと一緒にこうやっていくっていう形がいいのかなと。バージョン上げるときにも基本無料って言いたいところなんやけど、一番大事にせなあかんのはやっぱ儲かるってことなんで、僕の中では。あの儲からないと俺らもモチベーションが上がらないし、まあ、持ち出しになってると続かない、現実続かないのもあるし、できるだけ0円でできるだけ多くの人に1回手にしてもらって、それをどうお金に変えるかってマネタイズのところをちょっと意識してて、それが、まあ、僕の出した答えは一応ですよ、一応そのコスプレのスキンを売る、コスプレっていうところが売りになってて、日本の文化かなと思って、コスプレが。なるほど。でそれはもういろんな、例えばハリウッドの映画もいけるわけやん。なのでまあいろんなゲームももちろんいけるし、毎月いけるやん。それがまあ僕としては商売としては面白いかなと思って、何にも変わらへんのに買うっていうのがいいかなと思ってるところですけどね、今と僕は。だからできるだけ安く出したくて、どうやって安く出せるのか僕はちょっと分からんんですけど、2月とか3月とか半年でもいいんですけど、に1回だからそういうバージョンが変わりますよとか。ああ、そう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 。もうバージョン変わってもこれお金取れないからね。だって対戦するのにバージョン合わさないと対戦できなくなるから。あ、ただ、なんとかパス、まあ、迷いましたけどシーズンパスとかいうのはよくあります。ああ、はい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 、はい、シーズンパスのお金を払えば今後追加される例えば4体のキャラを使えますよとか。いや、俺があんまりシーズンパス買わないよね。ちなみに私も嫌で、評判もやっぱり良くないですあんまり。なんやそれだけどもう公然となっちゃってるんですよね、世間ではね。分かる、はい、一つのビジネスモデルとしてあるとは知ってる。そうですそうですそうです。しっくりこないよね、あれ。こんだけみんながもの作ってる中で真新しいもの今から作るだってねめちゃ難しい。でもコスプレキャラを売り続けるこのコスプレスキン販売いいような気が僕はしてるんですけどね。はい、てなわけで、今日はだいたいこれぐらいの感じで、また次回ということでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあありがとうございました。新年度を迎えましたので、ね、今年度もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。